おかえりなさい先生。にゃんにゃん。はい、今のは完璧。疲れた。ああ、先生お帰りなさい。あっさりと終えられましたね。さすがです。疲れた。ああ、先生お帰りなさい。さあさあ、こちらへ遠慮なさらず。こういう成長ならいつでも歓迎です。うん、いい感じ。私にもっとたくさん教えて。絵も上手になりたいし、もっと先生のお役に。わーい、成長しました。おい、お気遣いありがとうございます先生。よくわからないけど、ちょっと強く。これでより完璧なご奉仕が。このこみ上げる力も数値化できるのか。もっと強くなりたい。そうすればみんなを守。これ食べられるの？はあ？よく眠れたからか。また少し。あら？私もまだ成長期なんですよ。料理の実力もさらに上がったのでしょうか。準備はこれで OK。次は私に任せ。私のことをここまで大切にしてくれるってことは、はい、先生のご期待に応えてみせます。で、別に先生のために努力したわけじゃないから。疲れた。ああ、先生お帰りなさい。さあさあ、こちらへ遠慮なさらず。雨が足りない。ハンカチオッケー。スコップオッケー。うん。これ。なんて伏線。このままいったらどうなっちゃうんだろう。あ、おかえりなさい。にゃんにゃん。はい、今のは完璧。ひこちらを先生に解決していただければと。疲れた。ああ、先生お帰りなさい。雨降るのかな。出撃？仕方ないわ。鬼ごっこなら任せてください。さあ出発しましょう。楽しかった。移動さあ行くよ。モード展開。体がぐんと軽くなりました。発見。移動する。おいしく召し上がれ。ありがとう。ありがとう。びっくりさせてあげるからね。発見。ポップコーンみたい。十分受け取った。私たちの勝利。私と一緒に読書しましょう。無駄。覚悟しなさい。発見。一緒に覚悟であげるからね。ディフェンスモード転換。発見。体がぐんと軽くなりました。すぐ召し上がれ。ありがとう。十分受け取った。みんないい子ばかり。皆さん、もっと読書してください。敵発見。びっくりさせてあげるからね。十分受け取った。くらえ、ポーン。面白い。十分受け取った。体がぐんと軽くなりました。移動してびっくりさせてあげる。りました」のスタンプを押してあげます。鬼ごっこなら任せてください。さあ出発しましょう。次の敵はどこ？発見。食事の効果にもっと読書してください。発見。栄養満点の料理です。ありがとう。一緒にポップコーンみたい。適用完了。もう大丈夫。びっくりさせてあげるからね。私と一緒に読書しましょう。十分受け取った。食事の時間ですよ。ありがとう。びっくりさせてあげるからね。びっくりしました。また一緒に遊びましょうね。出発しましょう。移動する。適用完了。もう大丈夫。くらえーバーンやっぱ面白い。これもまたありがとう。力です。食事の効果ですね。十分受け取った。おいしく召し上がれ。モード転換。びっくりさせてあげるからね。ガンガン撃っちゃって。バハラダがぐっと速くなりました。私たちの勝利。もうまたありがとうございます。力です。全力でいく。栄養満点の料理です。ありがとうございます。びっくりさせてあげるからね。発見。十分です。食事の効果ですね。適用完了。もう大丈夫。楽しかった。くらえー。面白い。私と一緒に読書しましょう。びっくりさせてあげるからね。発見。おいしく鬼ごっこなら任せてください。さあ出発しましょう。次の敵はどこ？覚悟しなさい。ここはもう大丈夫そうですね。発見。美味しく召し上がれ。発見。ここはもう大丈夫そうですね。適用完了。もう大丈夫。力です。ガンガン撃っちゃってー。バッハー。発見。獅子や充電してた。栄養満点の料理です。発見。ナイスタイミングね。ありがとう。びっくりさせてあげるからね。出発しましょう。楽しかった。適用完了。もう大丈夫。敵。これもまた。今度力です。十分受け取った。ポップコーンみたい。やっ。発見。心の糧が膨れます。食事をゆっくりさせてあげるから。食事の時間ですよ。結果が導き出せた？適用完了。もう大丈夫。これもまた。ありがとう。力で十分あげるからね。敵発見。獅子や心の充電受け取った。ガンガン撃っちゃってー。バッ覚悟しなさい。これで終わり。びっくりさせてあげるからね。体がぐっと軽くなります。栄養満点の料理です。ありがとう。適用完了。もう大丈夫。皆さん、もっと読書してください。発見。食事の効果ですね。大丈夫そうですね。びっくりさせてあげるからね。全力でいくとき。ポップコーンみたい。覚悟しなさい。食事の効果ですね。十分受け取った。また一緒に遊びましょうね。よくできましたのスタンプを押してあげます。こんなに食べられません。帰ってきたんだね。思ってたより早く終わった。では、こんなに食べられません。いい天気ですね。疲れた。もう終わったのですか？すごい。これで急ぎの案件は一区切りですね。ありがとうございます。わあ、おかえりなさい先生。にゃんにゃん。うん、今のは完璧。疲れた。ああ、先生お帰りなさい。さあさあ。今日の私は昨日の私よりさらに進化しています。どうしてだろう。10よりもロンリーの力がもっと。本館のために力を貸してくださってありがとうございます。こんな表現はあまり好きじゃないけど、機械を扱えば扱うほど機械に込められた優しさが理解できるようになる。もっと健康になった感じです。本を読めば読むほど強くなれます。うん、悪くないですね。よーし、私これでもっとより強くなれましたね。今の私ならもっと美味しいお料理を作るために頑張ります。ご主人様の期待に私は絶対何としてでも応える。この調和された力はまるで洗練されたオーケストラのようですね。おかえりなさい先生。にゃんにゃん。小さいからってなめないで。全ての出会いは必然。本の中の物語のよう。ベリタスの部長兼特異現象捜査部の部長。試練が怖い時、正義実現委員会。ごきげんよう。あ、これからすっごく面白いも。ゲヘナ学園給食。夢かと思った、今この瞬間。こんにちは先生。これれからよろしくね。先生、待ってたよ。先生と共にいると、ミレニアムの超天才美少女である私でもまだ新たなことを学べるのだと驚いています先生、待ってたよ。もう終わったのですか？先生、待ってたよ。こんなに素敵なものを私に。これを私がいただいてしまっても良いのでしょうか？あれ、先生？あっさりと終えられましたね。あれ、先生？いつ来た？雨が足りない。あれ、先生？この辺にワタリガニさんのお家を作ろう。あれ、先生？いつ来た？雨降るのかな。はるか空の向こう